井上隆子は、日本の女子プロレスラー。LLPWX 所属。ジャガー横田の活躍に刺激を受けて、女子プロレスラーを志す。中学3年の時に全日本女子プロレスのオーディションを受けるが落選。県立取出商用高校進学後も2年、連続落選。その後も、全女が運営していた。 トレーニングジムや東京のレスリング教室に通いながら、チャンスを待ち高校3年時に合格、卒業と同時に全日本女子プロレスへ入団する。高校2年生の時、友人が、井上の写真で応募した、富士テレビ主催、おにゃんこクラブオーディションに二次審査まで合格しており、全女の二次募集と、おにゃんこオーディションのダブルブッキングとなったが、結局全女の二次募集を受けた。なお 当時は尾崎も全女入団を目指していたが、ちょうどその頃にジャパン女子プロレスが旗揚げされ、尾崎はそちらのオーディションを受け合格している。その際に井上は尾崎から一緒にジャパン女子を受けないと誘われたが断っている。新人時代は盾の清の付き人をしていた。井上は練習生として全女の道場に通っていたため、 全女の厳しさをあらかじめ知っていたが、正式に入団すると想像以上に厳しい奴隷のような扱いを受け、入団二日目にして、もうやめると言い出しもした。本人は、後年、先輩が私の足を踏んでも、そこに足を置いていた私が悪いっていう世界ですからと、語っており、さらに、あいつは酒を飲み歩いている、男がいる。 タバコ吸ってるなどと、三金を破っていると勝手に噂される目にもあったと、明かしている。一度は、完全に、全女を辞めると決断したこともあり、その覚悟を持って、バスのゴミ袋の中に、自分の荷物を投げ入れて、てめえのせいで辞めんだ、この野郎。と先輩に暴言を吐いたこともあるが、盾の清や、影、カホルの遺留があり、その先輩に直接謝って、現役を続投したが、 しばらく誰も口を聞いてくれなくなった。1988年10月10日の全日本女子、高楽園ホール工業での対井上京子戦でプロレスデビュー。デビュー当時はアイドルレスラーであり、写真集も多数出版。全日本女子プロレスが管理したチャンピオンベルトのナンバー2の地位であるオールパシフィック王座にこだわりを見せていた。1992年、 奇跡の扉で歌手としてもデビューを果たす。歌手デビューしたのと同じ時期にハワイでの写真集の撮影があり、そこにはカメラマンからヘアメイク、スタイリストが大御所揃いであり、関係者がろく人寝ずに撮影に取り掛かっていたことから、私のために大の大人が汗かいてこんなに動くのかと思い、以来プロ意識を持つようになった。1994年に写真集、 ベルティージュでオールヌードを披露した。団体対抗戦が始まる前の頃、前座に甘んじていることから引退を全女に正式に申し出たが、ちょうど JWP 女子プロレスとの対抗戦に貸し出す。選手として、堀田由美子と共に、井上の名前が上がっていることから、うやむやのうちに引退が立ち消えとなった。団体対抗戦の先兵隊として、 JWP の試合に出場した井上は、ほったから、今日は、うるさい先輩は誰もいないし、自分のやりたいようにやってよいよと言われ、その言葉通り自由にやってみたところプロレスの楽しさを再確認し、やめるつもりでいた心が消えるきっかけとなった。1997年の全女選手大量離脱の際には、全女に残留し、新生全女をアピール。 しかしながら1999年には全女を脱退し、その後しばらくフリーランスで活躍する。2000年に写真集メイクラブでヘアヌードを披露した。風丸美、イーグルサワイトブラックジョーカーというヒール軍団を結成。定番である狂気の警棒型スタンガンがトレードマークとなっている。2004年にはアメリカ WWE のトライアウトを受けた。2005年2月に LLPW に正式入団。2008年には、OZ アカデミー内のユニット、小崎軍の一員として、レギュラー参戦。2011年、LLPWX では、アイドルレスラープロジェクトとして、井上隆子二世を意味する、ボリューム2をプロデュース。プロジェクトの中から2012年に、ブリバトとして、さき、水木がデビューした。2013年11月15日、 25周年記念工業を TDC ホールで開催。2014年中森花子と組、JWP トックリーグザベストにエントリー。ありがとうございます。